breathe in. さあ本日も新型やっていくんですけど、いや暇なんですよね。暇というか今現在アンチが遠すぎるため、アンチが今向こうって感じなんですけど、やっぱりねこうやってね、こういうことってやっぱりダメだよね。何がダメってね、見応えのある場面がさ全然ないわけよ。まあ一応その終盤からの動画でも全然いいんですけど、それだと動画時間が短すぎて、それだとやっぱりもう視聴者が満足しないと思ってるので、その序盤からこうやってなんか普段から雑談とかしてるんですけど、こうね毎日雑談をね話していくとね、もう話すことがねないんですよね。その自分ってその2月の10日ぐらいにその論文終わって、そこからも卒業式までずっと学校ないんですけど、それまでの生活ってのがほとんどなんかもう一緒なんですよ。休日はその出かけたりしてるんですけど、平日ってマジですることないというか、その同じその生活のリズムがもう一緒なんで、もうルーティンが決まってるんですよ。なのでその全くその同じことを平日はもう淡々とやって過ごしてるので、なんかもう話すネタがね本当になくなってきてるのが現状なんですよ。平日のルーティンとしては、まず朝ねその9時半か10時ぐらいに大体もう起きるんですよ。でそっからそのゲリラ探して、で昼までゲリラ出て、でそっから1時まで昼飯食って、でそっからまた気分ですね。こっからはその編集するかゲリラ出るかの気分なんですけど、気分がいい時はゲリラ出て、ちょっとゲリラ飽きたなってなったら編集するって感じですね。でそのゲリラじゃねえわ、編集が終わり次第またゲリラ出て、でも夕方の4時半ぐらいからランニングするんですけど、そのランニング終わったら風呂入って飯食って、でまたゲームって感じですね。その繰り返しなので、なんかもう淡々としてるんですよね。ただ私最近してることがあって、それ筋トレと食事制限なんですけど、やっぱり高校の時って部活やってるので、普通に運動できるんですけど、高校卒業すると多分運動する機会が多分ない人が増えるんですよ。自分もその一人で、で運動しないとやっぱりもう太るじゃないですか。俺ってもう太るのがマジで嫌で、俺のお父さんがデブなんですよ。なのでもうクソゼなと思いつつ、痩せろと思いながら毎日過ごしてるんですけど、本当にもう自分だけはもうデブになりたくないので、最近はね本当にもう筋トレ、ランニング、そして食事制限してますね。でどんな食事をしてるかというと、まず朝は俺食ってないんですよ。9時ぐらいに起きるんで朝食ってなくて、で昼がその親が作ってくれたその鶏肉チャーシューと、あとなんかその白菜と鶏ささみのスープですね。だから鶏が最強なんですよ、その筋肉作るには。その確かね、鶏の胸肉となんか鶏ささみがいいのかな、確か。なので結構そこの中心の料理を最近食べてますね。あとなんかその前の動画でそのすき焼き風焼肉の動画を上げたじゃないですか。一応あれも赤身肉は多分その筋肉つけるのには OK で、多分どっかの YouTuber 言ってたんで、しかもそれに卵をつけていくので、なおさらタンパク質が取れると最高なんですよ、うまいし。でたまに自分でその昼飯を作るときは、そのチーズタッカルビを前は作りましたね。あと自炊ではないんですけど、そのコンビニでなんだっけ、サラダチキンとゆで卵、あれを買って食ってましたね。はい。なのでその自炊をしない人は、その鶏ささみじゃねえわ、サラダチキンと、ゆで卵が一番ベストかなとは思いますね。なので明日はね一応料理動画を上げようと思うんですけど、その時はね、チーズタッカルビを作ろうと思うので、皆さんねお楽しみにしておいてください。ということで、ここからねさ講演の解説していこうと思うんですけど、まず現在がその包帯アンチ収縮まで来てるんですけど、ここで私はね医療庫を使うんですよ。これを使う理由に関しては、完全にもうそのなるべくそのアンチ内に入るときにも体力の、最大値を高めた状態で、アンチをしたので、今回もしっかりと医療庫を使ってさアンチ内に移動していくが、ここになど伏せてできたので、これ引けねえかなって思ったんですけど、さギリギリ引けずということで、さすがにバレてましたね。さ一気にアンチ入っていくんですけど、この時に車が守るポジションないので、正直もう車で守るとしなくていいんですよ。なので今回はこの小屋もアンチのど真ん中の小屋に、敵いたらもう潰そうと思ったんですけど、敵いなかったんですよね。バカでかかったです、これ本当に。しかもアンチの真ん中なので、これはでかすぎる。しかも梅雨なんじゃ決まってアンチ入ってるんですよ。さらに激アツ。なのでこうなったら、見える車も全部ぶっ壊した方がいいって感じですね。
さあ収縮までカットじゃねえわ、早くしたんですけど、こっからではどんどん車がね回ってくるので、まあ、とりあえずは打てる車はまあ打っていいと思うんですけど、まあ、とりあえずまあ弾の管理はしっかりとしましょう。弾が余裕ある人は全然打っていいんですけど、弾に余裕がない人はあんまり、まあ、牽制程度にしといた方がいいです。はい、後々困ります。てか今回この試合後々マジで困りました。さあここで正面にまあこういう止まってるんですけど、あれも弾の余裕があれば全然もうぶっ壊していいです。だ今回自分弾の余裕なかったんで打たなかったんですけど、これ今海外に通っていたんですけど、頭に引かれるなと思ったので、まあ、とりあえずまあちょっとだけ打ってまあスルーして、まあ、スルーしたんですけど、なかなかあやれましたね。いや違う、やってるわ、やってました。さあまさかの海岸敵倒してましたね。でも車が近くに走ってんで、まあ、引かれるかなと思ったんですけど、なかなかログ流れませんね。なかなか生存率の高いところでした。さあそして気づいたら収縮、収縮のね来るスピードが速いんですけど、こっからの収縮のタイミングがねバカ遅いんですよ。まあ、とりあえずここからまあどうするかというと、とりあえずまあアンチクラはギリギリまで待って、まあ、その状況によるとその、まあ、少しアンチダメ食らって、まあ、その回復してから、まあ、そのアンチに入るのも一つの手だと思います。まあ、それはもうアンチの状況とか、まあ、敵の人数の状況なんで、まあ、そこはもう任せるって感じですね。まあ、今回はもう6人残ってるんで、まあ、その開口せずに、まあ、そのアンチに入っても、まあ、人はね、まあ、変わりないと思ったので、今回はまあ耐久というか、まあ、開口せずにさあしっかりとアンチラインやっていきます。さあ車もほぼ耐久がマックスで、さあここからさ残り6人さあ一気にアンチラインやっていきます。まあ、こういう時に重要なのは、そのなるべく敵が少ないところではずっと回し続けることがまあ大切ですね。はい、その敵がね多い状態の場所でずっと車を回すと、やっぱりもうヘイトがね変わってしまうので、やっぱりそういうのはもう避けてなので、ここはしっかりともう敵がねもう少ない位置を狙ってさしっかりと車を回してきた。残り5人まで来ましたね。残り5人まで来ましたね。ここな正面に確かなんか2人乗ったんですよ。なのでちょっと怖かったので、ここはもう思いっきり打って、まあ、ちょっともう上掛けにさせたんですけど、さあここでさ1枚敵が降りていき、これも目結構たかれてるんですけど、まあ、敵がいたので一旦避けます。さあ残り4人まで来て、まあ、ここでは徒歩勢いたんですけど、これまあこっち側少なかったんで、まあ、これ徒歩勢でちょっと潰すしかねえってことで、さあ車から降りて、さあ目から敵が徒歩勢をさクソイム、安定のクソイムですが、さしっかりと潰していき、さあここで突っ込まなくてさ助かったが、さ弾がなさすぎる、撃つが弾がねえ、あー弾がねえ、体力もね、車もそれほど走ってね、回復し、なんと気づいたら残り 1v1。 てかそんなふざけてる場合じゃないんですけど、さ残り 1v1 になっていき、ここでもう一気に詰めていき、さ敵の状況を3つ、さ車がねこれもう一回やったので一気にさ割っていき、さもう身動きを取られなくして、ここでブッシュ焦りたかったんですけど、さブッシュ焦りでもさ向かったときこれね詰めろと思ったんで、僕はもうずっともう車乗っても見るんですけど、なかなか詰めてこない。これも詰めてくるの怖かったんで、物資にあさりに来たくてもういけないんですよね。これ完全に読み合いが始まっている。さあここでさらに目標ね敵が追加してきたので、これマジと思って、まあ、しっかりともこれ物資あさりずま見るんですけど、さあただ物資あさりて俺の PS じゃ多分ジュアポーセは多分無理だと感じたので、あさりたい、だがあさりない、だがあさりない、だからもうずっと見る。小畑も引くしかない。ただここで漁る、ここでついに漁りに行った。さあここで9ミリをしっかりと補充していき、さあさらにすぐにさまた紐を出していく。さあ木が溶けたがさ敵が見えない、敵が見えないがさどこに行った。さあ右に見えたぞ。さあ一気に引きに行って、なんとドンカつかましていくと、危なかった、なんとか引けた。